ドゥドゥジャック・ファティは、フランス・パリー近郊のビル・サンジョルジュ出身のサッカー選手。ポジションはディフェンダー。セネガル、カーボベルデにルーツを持つ。弟のリカルド・ファティもサッカー選手。クレール・フォンテーヌを卒業後、スタッドレンヌの下部組織に入団し、2002年にプロ契約を結ぶ。2005から06シーズン、ジョン・メンサーとグレゴリー・ブリオンに、レギュラーの座を奪われる。 シーズン終盤に数試合に活躍すると、フロントから移留されるも、ボスマンルールでの移籍を決意。デシャンの就任が噂されるユベントス FC 等から、勧誘されたが、オリンピックマルセイユでのプレーを決意し移籍した。マルセイユでは、ジュリアン・ロドリゲスとカエル・ジベのコンビの前に、出番がなく、出場機会を求めて、FC 訴訟に移籍した。 2013年、武漢タクシカ足玉クラブに移籍した。2015年1月11日、シドニー FC に移籍した。2016年、セントラルコーストマリナーズ FC に移籍した。世代別フランス代表では、キャプテンとして、チームをまとめ、2001年トリニダード・トバゴで、開催された、フィファユ -17 世界選手権で優勝する。 2009年9月5日、アンゴラ代表との親善試合で、セネガル代表として初出場した。ありがとうございます。